どうも、ライオンです。さあ、今回はですね、こいつができました。はい。HG オーラバトラー、ビルバイン。ね。まあ、前回ね、ゲドを紹介した時に次これやりますよって時にいろいろ話したんですけれども、まあ、いろいろと、言われているキットですね。で、まあ、とはいえ、この時代のダンバインにハマった世代だし、このデザインとかも、そんなに文句ないよって感じだし、色分けがどうこう。あ、じゃあ、私の好きなオリジナルカラーに塗るよ。だって、ビルバインってさ、途中から色変わるぐらいさ、設定色なんてあってないようなもんじゃん、なんて言ってて、では頑張りまーすとかってやってたんだけど、まあ、大変でした。とりあえず、完成品がこちら。はい。案外ね、手に持って出すよりも、この方が見やすいって言われたんでね、このスタイルでいきたいと思います。まあ、いつもの真っ黒の、はい、バチャッとほら。こんな人だからさ、こういうカラーが好きなの許して。さあ、なんとかかんとか形になったって感じなんですよね。何から話そうかな。まあ、まずは、カラーリングから行きましょうか。今回ね、下出るカラーっていうのを初めて使ってみました。っていうのも、ビルバインって、生物的な、なんていうの？有機的な、デザイン？生物兵器な感じのところと、あとは、まあなんか、賛否分かれるらしいんですけども、こう、ロボットっぽい、スーパーロボットっぽい装甲みたいなのを合わせ持った、そんな感じのね、ロボットになってるんで、その、有機的デザインな、その、生物感ある部分は、下げるカラーで塗って、その、スーパーロボットっぽいところは、メタリックカラー、缶スプレーで塗装しました。で、こんな感じになってるんですけども、下出るカラーね、初挑戦だったんですけど、ちょっと難しいですね。でも楽しいです。私がやったのは、コントラストカラーっていうのを使ったコントラストメソッド。ね、まず、白の下地を拭いて、真っ白にして、その上に塗料を乗せていく。で、すると、その、コントラストカラーっていうのは、結構、サラサラした、シャワシャワした塗料なので、なんだろ、奥まったところに、溝の奥とかに塗料が溜まり、混んでいって、そこが、まあ、濃く暗くなって。で、平面なところにはあんまり、分厚く塗料が乗らない。で、明るい色になるっていう。だからそこで、グラデーションがもう一色でできますよって、ベタ塗りするだけでいきますよっていう。まあ、これでね、あ、簡単そうだなと思ってやってみたんだけど、なかなかね、難しかった。まずね、この下地を拭いたところにしか、このコントラストカラーっていうのは定着しないんですよ。下地を拭かずにパーツに直接塗ったんだと全然その流れて垂れてしまってうまくねその塗料が食いついてくれない。で、まあもちろんそのまず下をね白くしないことには何の意味もないですから、下のパーツがただ透けるだけのねカラーですが、下でコントラストカラーっていうのはで、まあ、白く塗るんだけど、その下地っていうのが缶スプレーなんですよ。でスプレーって奥まったところって塗りにくいじゃないですか。なのでそこが不完全だと、その次に塗るカラーは、その奥まったところに流れていくんだけど、そこでは定着しない。下地材がちゃんと届いてないからっていうのでね、結構何度かやり直しさせられたっていう。あと、やっぱりね、元々がそのちっちゃなゲームのコマを塗るためのものだから、で、細かなその彫刻の入った、いろんなデザインの細かく入ったものを塗るもんだから、こういった、平面がドーンとあるような、つるーんとしたものに塗るのにあんまり向いてない気がする。その流れていくところがないんで、変にその塗料が溜まったりとか、しかも、その、まあ、持ち手に取り付けた角度によっては、変なところに流れていってしまって、そこで溜まったりとかして、なんか、妙なマーブルカラーまでいかないけど、なんか、暗い、明るいみたいなのが、こう、平面上で出るんで、そのね、まあ、これが古いキットっていうのもあるんだけども、ツルーンとしたところに塗るのには向いてないのかもしれない、このコントラストカラーってやつは。うん。でもまあ、後半ちょっと慣れてきたんで、最初の方、足とかは結構こう、だんだら模様になってるんだけども、だんだん慣れてきて、ほんの少しずつ塗って、なんだろう、ベターっと大きな筆で塗るんじゃなくて、あとは、流れていけーって感じで、ベトッとたくさんつけるんだけど、少しずつ筆につけて、少しずつ塗っていくと、まあまあ綺麗になるかなっていうのを覚えました。だから後半はまあまあ上手くなったんだけど、まあ大変でしたね。で、まあ、塗料は、まあ塗装はいいけども、まあ、本体ですよ。ね。これがね、なんて言ったらいいのかな。
2つの愛が良くないっていうと違う意味になっちゃうな。まあ、スナップフィットキットなんだけど、その、まあ、穴にピンが刺さるわけじゃないですか。そのサイズが全然合ってない。もちろん、個体差かもしれないけど。ね。まあ、合ってないな、きついなっていうのでも、ほら、マスターグレードとかって結構そういうのあるでしょ。で、マスターグレードのガンダムとか、ガンプラとか作ってると、こう、固めだけども、グーパチって入って、パチンって、ね、つけば OK じゃないですか。その感覚で力を入れて、くっつけようとすると、バッキバキ割れる。その、金の穴の大きさと、何、太さがこれ合ってなくて、しかも弱いっていう。だから、これ結構ね、足とか膝とかバキバキに折れています。金が折れています。まあ、幸いにも関節部分は折れなかったんで、なんとか接着することによってね、形にはなってます。はい。だから、そんなにつなぎ目消しとかする予定なかったんですけども、接着したことによって不全物的にところどころつなぎ目が消えてるところもあったりします、これね。だからその足で結構やらかした後はもう怖くて、全穴ちょっとはめてみて、あ、やっぱ無理だわって、もう全部が全部そうなんですよ。もうでちょっとはめて、あ、無理ってなったところはもうピンバイスで穴をこう広げてこじ開けてっていうのを全パーツ全ダボ穴やりました。大変だったこれ。やらないとね、きついな、でも押し込んじゃえは折れます。もちろん個体差かもしれませんけどね。そんなわけで本当に手がかかった。手がかかったなーっていう感じですけど、まあまあ出来上がってみれば、うん、それぞれの形になってるかな。あとね、問題点はこれね、変形できるんですよ、ウィンカリバーに。で、変形するとき用のいろんな機構を盛り込んだことによってまともなポージングが無理。もうこのミルバイン状態だったら、そうね、まあ棒立ち、このぐらいの棒立ちかな。手もね、これ以上外に広がらないし、足もこれ以上広げられないです。で、足はもうちょっといけるかもしれないけども、その足首が可動そんなに広くないんで、立たなかったりとか、なんかこの爪の何本かがこう浮き上がったりとか、変ってことなポーズになるんで、まあ足の広げる幅もこのくらいっていう、うん、全然そのいろんなポーズが取れない困ったちゃんでした。まあそんなわけで、まあ、ビルバインね、なんだかんだこう手はかかったけども、まあそれもね、愛情でカバーしなんとかなりました。そして次もうちょっとね、ダンバイン系なんかオーラバターのプラも作りたいなと思って、次はいよいよ私の大好きなダンバインを作ろうと思いますってことでね、 HG ダンバインね、トッド用しか売ってなかったんで、これを買ってきたんですけども、なんかね、違和感があるんですよ。まずね、小子っていうの、これがね、四角いんですよ。四角い、うん。ビルバインは、ビルバインってか、ゲドもそうだったんだけど、丸いんです。こいつ四角いんです。あれと思って、お値段見えるかな、映ってるかな、はい。お値段こちら1000円、おかしいですね。1300円するはずなんですよ、再販版は。これね、当時物キットの可能性がある。いろいろとダンバインもね、問題のあるキットで、再販版ではいろいろとね、良くなったよって話を聞くんだけど、良くなってない時代のやつかもしれないっていうね、すっごい不安が。まあ、さっきもビルバインでも触れましたけども、ABS の関節とか、あとは軟質パーツがとか、いろいろとね、不安がいっぱいです。まあ、一応中は見たんですけども、軟質パーツが朽ちてるとか、そういうことはなかったですね。溶けてるとか、そんなこともなかったです。下手したらこれ20年前のプラモデル。うわぁ、どうしよう、どうやって作ろうかなって今結構悩んでますけども、まあ、
オーラバトラーのプラも作るの楽しいし、これからもね、なんかいろいろ作っていきたいんで、って言ってもキットは少ないんで、これもね、なんか頑張って作ってみようかなと思います。はい。出来上がったらまた皆さんにお見せしたいなと思いますんで、ね、皆さんもよかったら一緒にいろんなプラモデル作ってみましょう。特に、オーラバトラー一押し。みんなもダンバイン作ろうぜってことで。ではでは、今日はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあ、また会おうぜ。闇が空を覆う。